はい、こんにちは。今日はレンズの紹介をしたいと思います。以前に紹介したことがあるライカの 1C、 そしてまあそれにつけるようなレンズとして発売されていたエルマーの 50mm、 これは前回紹介したこともあると思うんですけども、で今回買ったレンズはエルマーの 35mm の広角のレンズになります。でこれがまあライカライツの中では一番最初に出た広角のレンズというふうに言われています。このエルマーの 50mm も非常に小さくてコンパクトなんですけども、この 35mm というレンズは非常にコンパクトです。こんなにねちっちゃいです。でエルマーの 50mm も使うときにカメラに装着して、使うときはねこの振動式を伸ばして使うのでこのサイズになりますけども、収納するときはね中に直すことができるのでとてもちっちゃくなりますけども、このレンズに関してはもう本当にこう厚みがもう1センチちょっとぐらいしかねつけた跡はありません。こんな感じでとてもコンパクトなレンズですね。今ってこんな薄いレンズってないので本当にね可愛いということで買ってしまったというのも一つあります。で普段はこっちのライカ 1C につけてフィルムで撮るというよりもデジタルのカメラにつけて撮ることが正直なところ多いです。で私はAPS-C のカメラを使っていますので、 50mm のもともと持っているエルマーで撮ると 35mm 換算だと 75mm のレンズを使っているような形に今までなっていました。で、まあそれでもね特にすごく困るっていうことはなかったんですけども、やっぱりもう少し広角で撮りたい、もっと標準レンズのね領域で撮りたいっていうことから、この 35mm の方も買うというふうに決断に至りました。でエルマーまあ数十年にわたって製造はされているんですけども、どちらもね古い宣伝のものになります。で 50mm の方が1934年で、こっちの 35mm の方がもう1年あと1935年、シリアルナンバーから調べるとだいたいそれぐらいに作られたものになるみたいです。でエルマーの描写ってねもうくっきりはっきりシャープに映るっていうよりは、まあ、やっぱりちょっとこうね古いものなので描写が甘い部分もあるし、でやっぱりどちらかというとふんわりした柔らかいね描写が特徴というふうに今はオールドレンズとしては言われています。でこちらはちゃんとお店でねオーバーホールされたものを購入したんですけども、本当にこうねちょっとやっぱりね明るい光のとこでは少し曇りがあるので、ちょっとこうね映すのが苦手だなっていうとこもあるんですけども、それでもねとてもふわーってしたね柔らかいね写真らしい描写が気に入ってよく使っていました。でもう少しね標準域で使いたいんで、まあ APS-C で使っても35mm のレンズだと、まあ、大体 50mm ぐらいの、ね、標準域のレンズを使うことになるので、まあ、今回、ね、購入を検討したというのがあります。こんなにちっちゃいんですけども、ちゃんとこうピントリングがついていて、絞りにはねちょっと使いにくい部分もあるんですけども、ここに少し飛び出しているところがあって、ここをね動かすことでね調整していきます。で今回まあ動画作っている理由としてはね、 50mm の情報って割とあったりとかね作例もあるんですけども、意外と 35mm の作例とか情報っていうのが、まあ、意外とねネットとかで調べてると、まあ、そこまで多くなかったので、まあ、購入を検討されている方のね検討に少しでもなればということでね作っています。でこのエルマーとかね、ライカの古いレンズの相場っていうのが近年やはりね、私もそうですけども、デジタルのカメラでミラーレスなんかでね使う方が増えてきて、少
少しね相場が上がってきてるみたいです。以前から比べるとまあオークションとかの相場で言っても数万円ぐらい上がっていますし、ショップの値段なんかを見ているともとても高くなっています。以前ならまあ 4,5 万円ぐらいで買えたと思うんですけども、この近年だと中古相場でもまあ5万円から10万円ぐらいで、お店の相場を見ているとだいたいまあ10万円から高い状態のいいものだと20万円ぐらいしているものもあったりします。全体的にね今ライカのレンズっていうのは値段が上がってきてはいるようなんですけどもね。で、私が今回これを買ったのはオークション、ヤフーオークションで買いました。で、実質的なこう購入した値段っていうのはまあクーポンとかもあって少し安く買ってるんですけども、落札した時の金額っていうのがまあ6万5千円ぐらいなので、まあ決して安くはないですよね。でもだいたい相場を見ていると5万円ぐらいから10万円ぐらいでこう出品されているので、まあまあ妥当な範囲なのかなっていうか、ちょっと安いぐらいかなっていうふうに思ったりしています。お店でやっぱり見ていると状態が悪いものでも8万円から10万円っていうぐらいしているので、なかなかねちょっと10万円になると手が出ないし、すごく状態がいいものの10万円から20万円になってくるともうちょっとさすがにね趣味で買うには買えないので、ちょっと悩んでいたんですけども、まあ、6万円ぐらいなら買えるかなということで思い切って買ってしまいました。で、どうしても古いものなのでこの絞りがねちゃんと動くかであるかとか、ね、このピントリングも非常に重くなってるんじゃないかとかいうふうに心配しましたけども、まあ、幸いちゃんとこう絞りもね動きスムーズに動きますし、すごく重いとかっていうこともないですし、でピントも非常にスムーズに動いてくれています。なので、まあ、過去にまあオーバーホールとかねされたことはねあるのかもしれないですね。単純に考えても87年ぐらい前の製造されたものになりますので、まあまあ多少のことはね仕方がないのかなって思ったりもします。で、肝心なのは光学系ですよね、レンズなんですけども、まあ説明の中にはほとんど影響がないレベルですというふうには書いてあったんですけども、やっぱり結構ね曇りがとかバルサム切れっていうんでしょうかねが強くって、普通にこう明るいところで撮影すると白っぽくね映ってしまう。で、夜間なんかだと光の強いところだとふわーっと光がねもうこう拡散するっていうんでしょうかね、もうボヤボヤの写真になってしまうっていうような状態です。で、やっぱりエルマーの古いレンズに関してはやっぱりそういう曇っている個体、まあ、曇ってない個体を探す方がまあ難しいぐらいで、多少のこう曇りがあって明るい場所では影響があるっていうのはまあ許容範囲っていうかね仕方がないレベルではあるみたいです。で、このレンズに関してはまあちょっとどっちかというとまあすごくこう曇りが強いっていうわけではないんですけども、まあそれでもねちょっと明るい場所で撮影すると影響が出るレベルなんで、まあ状態が決していいものではないっていうのがね第一印象です。で、まあ、まず最初にね写真何枚か見てもらおうと思います。はい、では見てください。いかがだったでしょうか。私の最初に撮ったね第一印象、まずこのレンズのこうコス癖っていうんでしょうかねとか個性をまだわからない段階でとりあえず日中とか夜とかに撮ってみたんですけども、まあ正直な印象はあまり初見の印象ってよくはなかったです。やっぱ白っぽい写真が多くなるし、で夜間だともう本当に光がぼやーってしてしまって、明るいとこにこう露出を合わせていくと補完とか真っ暗になってしまうし、でかといって暗いところにピントを合わせてピントが露出を合わせていくと、まあ、明るいところはもう明るすぎるような状態で、なかなかその頃合いっていうのをね見つけるっていうのは非常に難しい。でまたやっぱりやんわりとした柔らかい描写って言われてるんですけども、それでもやっぱりこう遠景なんかを撮るとね非常に
ピントが合ってないような状態の写真になるので、正直ね、難しいレンズだなっていうふうに思ったんですけども、まあそれでもずっとしばらくね、何度か使っていると、だいぶこのね、どういうふうに撮ってあげたら綺麗に撮れるかっていうのが分かってきて、うまくこのレンズが性能を発揮できるような使い方をしてあげると、すごく綺麗な写真が撮れました。で、やっぱりこのレンズが設計された時代っていうのが、今のようなカラーのフィルムの時代じゃなくって、モノクロフィルムの時代に設計されているレンズになります。ですので、カラーだとどうしてもふんわりした柔らかい描写になってしまうんですけども、モノクロで撮影すると結構ね、綺麗に決まって撮れたりします。はい、少しね、モノクロの写真も見てみてください。はい、はい、いかがだったでしょうか。カラーで撮ると少しぼんやりしてしまうような風景であっても、モノクロで撮ってあげるとキリッとね、結構締まった感じになるので、やはりそういう意味では、そういう時代に設計されたレンズですので、モノクロで使ってあげるっていうのも一つなのかなっていうふうに思います。はい、なのでうまくこのレンズを生かすような形をしてあげたら、非常に面白い写真が撮れると思うし、何よりこう今のデジタルのカメラに、まあ、どうしてもマウントアダプターをつける形にはなりますけども、非常にコンパクトで持ち出しやすいスナップ写真とかにね、非常に使いやすいレンズになっていくと思うので、これからもね、ちょっといろいろ試して撮っていきたいと思います。で、このレンズで撮った作例ってあまりネットで調べてもそんなにたくさん出てこなかったので、この後ね、たくさん作例を載せたいと思います。本当はフルサイズの、ね、デジタルで撮るとこのレンズの性能を 100% 発揮した写真になると思うんですけども、 APS-C で撮ってますから、このレンズの性能をね、 100% 発揮できてるとは言えないっていうのと、で、あとはやっぱりこの古いレンズなので、曇りとかね、傷の状態で個体差が非常に大きいので、このレンズの良さを、まあ、100% この後の作例で伝えれているかっていうと、かなりあの物によって差があるとは思うんですけども、まあ、それでもいろんな条件で少し撮ってみました。あの夕暮れに撮った写真であったりとか、日中の日がね、結構きつい時に撮った写真で、また夜の夜景ですね。で、またこう、アジサイをね、ちょっと雨の日に撮る機会があったんで、曇りの日の写真っていうような形でね、ちょっとたくさんね、出させてもらおうと思います。で、ずっとあとはもうスライドショーっていう形で見てもらおうと思うんですけども、要所要所で、ここから見たいっていうのができるように、曇りの写真はここからですよ、夜景の写真はここからですよっていうのを風にね、ちょっとこう、概要欄の方に、ね、すぐ止めるようにはしておきたいと思いますので、またよかったらね、参考にしてみてください。まあ、私のレンズで撮った作例になるので、必ずしもこのね、レンズの参考になるかは分かんないんですけども、ただまあ、何もこう情報がないよりはね、買う時の判断とか決め手になると思いますので、またね、参考にしてもらえたらと思います。で、撮ってるカメラはこの富士フィルムの XT30 というカメラになります。で、基本的にはね、マニュアル撮影をしています。で、露出とか ISO 感度でこうシャッタースピードとかをうまく合わせながら、まあ、いい感じになるとこうね、探って撮るような形を撮っています。で、撮影するときに、まあ、いわゆるスタンダードの写真で撮っているときと、ビビッドでちょっとこうサイドを、ね、強めで撮っている写真が混じっています。ですので、少しこう鮮やかさの強い感じのやつっていうのは、ビビッドで撮った撮影の分になると思います。で、撮ってからの編集っていうのは特にしていません。一部トリミングしているものはあるんですけども、色とかね、明るさっていうのはもうそのカメラの撮ったままの撮って出しの JPEG になります。で、オート撮影をすると、少しね、露出が明るすぎるぐらいになります、この曇りの加減で。ですので、オート撮影するときは
露出をマイナス1ぐらいに設定して撮っていました。なのでマイナス1ぐらいにしてあげるとオートでもね、全然こうシャッタースピードを勝手に合わせてもらってね、撮ることはできたりします。ただまあ綺麗なこう瞬間撮ろうと思うと、やはりマニュアルで設定して撮る方がいいかなっていう感じですね。はい、ではね、あと作例っていうのを見てもらいたいと思います。まあ作品を撮るっていうよりはちょっとこうスナップ写真の感じで試し撮りした写真になりますので、とりあえずね、あまりそのこだわって撮った写真っていうのはあまりないんですけども、ちょっとこのレンズの雰囲気というかね、感じを確認してもらえたらと思います。はい、ちょっとこう話してるうちに長くなってしまいましたが、ご覧いただいてありがとうございました。それではあとは作例の方を見てください。